幸せってどこにあるんでしょうね、一体。とりあえずこの辺に。必要だから。アコム業務用エアコンの割引デパート、エアコンサービス。新型エアコン大量入荷、なんと2割、3割、4割引き。安さを売る、安心を売る。見積もり設計一切無料。業務用エアコンのことならまず電話 453-8171、 453-8171。 安さのエアコンサービス。家づくりが変わりました。変えたのは住宅建設です。美しく強い秋田杉を直接導入。皆様の家づくりに新しい一歩を築きました。強いから美しい住宅建設。毎週水曜日夜10時からはビートたけしと余順の気分はパラダイス。いい加減なキャスティングの豪華なゲストを迎えてですね、行き当たりばったりの楽しいトークとほとんどオチのないホークゼットのコントで続ける今話題のトークショー、バラエティーショー、怖いもの見たさのですね、人に大評判の気分はパラダイス、水曜夜10時からお願いいたします。うまくさえあれば視力を取り戻せる方が1万7000人もいてはりますね。私もこの間アイバンクに登録しました。しかし私の角膜は一人分にしかなりませんのです。あなたもアイバンクに登録してください。この番組はプロミスとご覧のスポンサーの提供でお送りします。ほかほか弁当。はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。心を込めたお弁当。お客様に大好評、ホットフーズのほかほか弁当。脱サラなんですがね、他の商売よりいいですね。資本が少なくて私にもできました。仲間になりませんか。ただいま加盟店募集中。お問い合わせは大阪 06-305-0760、 ホットフーズ大阪事業本部まで。古いものに触れてみると新しい未来が見えてくる。クレジットは未来の先取りだから大切に。プロミス。 My way。幸せってどこにあるんでしょうね、一体。とりあえずこの辺に。キャッシング&ローン必要だから。アコム。アコム行くとなんだか明るくなるって聞いたんですけど、本当ですか。はい、なんだか明るくなるみたいですよ。キャッシング&ローン必要だから。真珠色の翼、きらめきの旅立ち。憧れ心はマリンブルー。素肌に刻む愛のメモランダム。二人の旅立ち、プーケット。オリエンタルロマン、タイランド。世界のビール、京葉道路バラキ中山インターにオープン。世界のビアホール、クイーンエリザベス石庭、京葉道路バラキ中山インター前にオープン。世界のビール、京葉道路バラキ中山インターにオープン。世界のビアホール、クイーンエリザベス石庭、京葉道路バラキ中山インター前にオープン。こんなに陽気に笑ったのは久しぶりだ。アデランスが僕にくれた素敵な時間、さあ思いっきりやってごらん。今日はお父さんもボーイフレンドのつもりで遊ぶぞ。僕と娘の
アデランススマイル。アデランス。アデランス is my way。古いものに触れてみると新しい未来が見えてくる。クレジットは未来の先取りだから大切に。プロミス。 My way。電話の先にこういうもんがついてたんですが、私にもこういうのがついてたんですけども、なんでしょうね。なんでしょう。便利な電話申し込みローンも。アコム。国民の皆さん、そろそろよく考えて選んでみましょう。そうだそう、それがいいな。キャッシング&ローン必要だから。アコム。僕の選んだ馬が先頭に立った。熱いな日刊競馬。ダイヤルがあなたを変える。ヤタガイ。たまりません。豊かさをエンジョイするヤタガイ。毎週水曜日夜10時からはビートたけしと余順の気分はパラダイス。いい加減なキャスティングの豪華なゲストを迎えてですね、行き当たりばったりの楽しいトークとほとんどオチのないホークゼットのコントで続ける今話題のトークショー、バラエティショー。ほとんど番組の本音をついてるね。そして何といっても評判なのはあちらに並んでいるパラダイスギャル。みんな私より可愛い。彼女の対象を毎週抽選で4名の方に差し上げております。はい、私ももらって。こんな人も出ていますので、今怖いもの見たさのですね、人に大評判の気分はパラダイス、はい、水曜夜10時からお願いいたします。はい。古いものに触れてみると新しい未来が見えてくる。クレジットは未来の先取りだから大切に。プロミス。 My way。この番組はプロミスとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。こうして腰は強くなる。肉体疲労時のビタミン B1 補給にアリナミン A。 繁盛ニューアローラ。なんという大胆な変わり方。素敵にニューカローラ21-22はトヨタカローラへ。必要じゃない時は必要ありません。必要な時は必要です。必要だから。アコム。車がここまでセクシーになったら男はどうなるんでしょう。セクシー、スプリンター、奥さん、一緒に悩みましょう。発表会はお近くのトヨタオートへ。タナクはタバコの味まで軽くしたナックプレート。ニコチンタールを減らしてタバコの味をマイルドにします。ナックプレート。あなた入れてみようか。コンピュートナイト。毎週月曜日夜11時15分からの新しい情報番組コンピュートナイト。毎回ゲストの楽しい話題をパソコンのプログラムに結びつけ、分かりやすく解説します。
またワープロの情報も盛りだくさん。最近のパソコンはだんだん使いやすくなってきました。皆さんも私たちと一緒に楽しんでください。毎週月曜日コンピュートナイト、ぜひご覧ください。21世紀まであと17年、私たちの暮らしはどう変わるのでしょうか。急速に移り変わっていく日本の先端技術をその第一人者に聞くミタテクノピア、いよいよシリーズでテクノロジーの革新に迫ってまいります。21世紀に向けて今科学技術は私たちの歴史を大きく変えようとしています。ミタテクノピア、どうぞご期待ください。第7回全日本流し大賞、ついに実現いたしました。大変ですな、本当ですね、高いですよ。すごい6回やったチャンピオンが全部集まりましてですな、はい、そうです、これはパパパパ日本一の座を決めようね。ゲストがすごいですよ、すごいね、田中美由紀さんです、大川栄作さん、厚見二郎さん、牧村美子ちゃん、正木陽子ちゃん、いろいろでございますよ。司会は西北島三郎と推薦実況から進めさせていただきます。はい、いや楽しみでございますね。日時を言いましょう、はい、5月22日夜8時日曜ビッグスペシャル、お楽しみに。浮世舞台の花道は表もあれば裏もある。新緑の5月、森進一クール5、三笠優子が送る夫婦船、サザンカの宿、女のため息などヒット演歌の数々、5月22日日曜夜10時演歌の花道をご期待ください。なんという大胆な変わり方。素敵にニューカローラ21-22はトヨタカローラへ。僕のスプリンターは全身セクシー、発表会で見てください。セクシースプリンター、セクシースプリンター、発表会で T シャツプレゼント。